森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。こんにちは、森山です。今日はゲストでマーケティングプロモーターの丸岡さんにお越しいただきました。それでは軽く自己紹介をお願いいたします。はい、ありがとうございます。マーケティングプロモーターの丸岡です。普段は中小企業さんのウェブマーケティングのお手伝いをしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは本日も、いろいろと伺っていけたらと思います。自分でビジネスをしていきたいけどなかなか行動に移しませんということなんですけれども、いかがでしょうか。そうですよね。そういったお悩みの方たくさんいらっしゃると思うんですよね。こう気持ちはあるんだけど、なかなか行動が、みたいなね、方いらっしゃると思うんですが、まあその時にね、ちょっとこう考え方を変えてみたらどうかっていうご提案をちょっとしたいなと今日は思います。はい。はい。で、そこでね、森山さんちょっといきなり聞いてあれなんですけど、時間ってどっちからどっちに流れてると思いますか？過去、現在、未来ってあると思うんですけど、時間はでもなんか現在から未来に流れてるイメージですけどね。そうですよね。はい。まさにそうだと私も思いますし、20歳ぐらいの方ですかね、に質問をしたんですって、どなたかね。で、はい、そしたら、ほぼ全員の方がやっぱり過去、現在、未来、この流れですっていうことでお答えになったということなんですよ。ただ、まあいろんなね、方々が哲学者とかがまあ言っているのがその逆。未来から現在に流れてきているっていう話があったりとか、もっと言うとですよ、時間は流れていません。点ですっていう人もいたりしますね。はい。はい、で、どうしても現在から未来に流れているっていうと、なんかそこにすぐにその未来に飛んでいけないみたいなこうイメージがあって、こう、本当に努力を重ねて重ねていって、やっと未来に到達するみたいなね、感覚になる。で、そうすると、どうしても、あ、大変だなーとかね、あ、めんどくさいなーみたいに思ったりするかもしれないんですが、もし仮にですよ、未来から、じゃあ現在に時が流れているとするとですよ、未来に欲しい、未来をぴょんと投げといて、で、それが、あーで、川上から流れてくるように待ってればいいみたいな話があったりとか、点だって言ったらパラレルワールドみたいなもので、ちょっとそこに今とは違う周波数に合わせれば、その違うパラレルワールドに行けるんじゃないかっていうようなね、感覚になったりするわけですよ。ということで、これは別にすべてが裏付けが取れてる話ではないので、まあ考え方っていうところだと思うんですけど、まあそんな感じで考え方を少し変えることによって、で、ちょっと、なんでしょうね。今までの概念を取っ払って、とか潜在意識のマインドブロックを取っ払って、あ、だったら行動してみようかなっていうふうに思えたら、それはそれでいいのかなというふうに思ってるんです。ということでですね、ちょっと、未来が遠すぎて足が止まっちゃうっていう方であれば、ちょっとそういったね、考え方の切り替えっていうのを行ってみてはいかがでしょうか。はい、なるほど。ありがとうございます。まあ、特に発達障害の方で、今、本当に迷っている方とかにとっては非常に参考になるかと思いますので、ぜひですね、実践していただければと思います。はい。でですね、あと、このラジオを聞いているリスナーの皆さんに、丸岡さんの方からプレゼントがあるということなんですけれども、プレゼントは何とは何でしょうか？はい、そうですね。なかなかね、一人で、この気持ちの切り替えをするのが難しいっていう方もいらっしゃると思うんですね。その方には、個別でね、ちょっとお話をする機会を設けたいと思ってますので、もしご希望があれば、ぜひお声掛けください。はい、ありがとうございます。
本日は自分でビジネスをしたいけどなかなか行動に移せませんという質問にお答えしました。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。See you next time.